バスレフレックス型スピーカーの基本構造図バスレフ型はスピーカーの位置形式である。スピーカーユニット単体の周波数特性バス、レフレックス幹部の共鳴特性バスレフレックス幹部の共鳴効果による周波数特性の変化最適なバスレフレックス幹部の特性とスピーカーユニットの特性からの合成で得られる周波数特性スピーカーユニット公面から発生する音の低音域を ヘルムホルツ共鳴によって増幅する方式である。別名で、位相反転型とも言い,い、スピーカーユニット後面から発生する低音の位相を反転させて、ダクトから全面に放出するシステムと説明されることもある。位相の反転が起きているのは事実だが、ヘルムホルツ共鳴による結果であり、低音増強の原理としては、正しい説明とは言い難い。単に反転させるだけなら、 ユニット全面の音と同音量になるはずだが、実際には設計によってヘルムホルツ共鳴の効果を上下させ、ユニット全面の音よりも音量の増減が可能である。密閉型との比較においては、キャビネットの配圧の影響が小さく伸び伸びとなるのが特徴とされる。ただしこの特徴は、バックロード保温型、あるいは平面バッフルにおいての方が著しいため、 これらとの比較においては、むしろ配圧の影響が大きいとされる。また、内容積が大きな密閉型と内容積が小さなバスレフを比較すれば、配圧の影響は逆転する場合もある。密閉型よりも能率よく低温を再生する一方、ヘルムホルツ共鳴周波数より低い音圧出力は、急激に減衰するため、低温再生の帯域には限界がある。その一方、 バックロードホーン型よりは低温再生の能率は悪いが低い帯域まで低温を再生する。バリエーションとしてダンプドバスレフ型がある。これはヘルムホルツ共鳴を制動し窮地を小さくしたものである。特性は密閉型とバスレフ型の中間的なものになる。またダブルバスレフ型がある。これはバスレフ型を二重にしたものでありヘルムホルツ共鳴が二重になるため より低い帯域まで効率よく低音を再生する。ただし、共鳴周波数のチューニングが困難であり、音域のピークやディップを生じやすいのが欠点であり、最適な設計は困難である。またアスダブ w 型というのも存在する。ユニット後方のみならず、前面をもバスレフ型の箱を取り付ける。あるいは前面は密閉型の箱を取り付けることによって、低音のみを再生するものであり。 サブウーファーに用いられる。詳細は、a s W 型を参照。ありがとうございます。